やんさんはチョコミントありがとうございます。ガモさん、わお、いちごアイストロベリーアイスクリーム、テキュー。せいやんさん、しおなさん、あきよしさん、東京さん、ありがチョコミント。ジョージさん、アイスクリームありがとう。パンくん、山勝さん、イエローフィッシュさん、ジェトクさん、フークさん、コナンさん、イエローフィッシュさん、コガラスマルさん、キャシャンさん、ジョージさん、ハトさん、あーちゃん、ありがとうございます。こんばんは。今日はですね、チリパの収録してきました。チリパね、新しく裏チリパっていうのが始まったの、みんな知ってますか？チリパの新しいコンテンツ、そう、なんかノートで、そう、裏チリパっていうのが始まるみたいで、始まってるんかな。そう、裏チリパはなんかノートっていうサイトを使ってやるやつで、1話300円とかで見れる。でも結構あの普通のラジオでは聞けない裏話だったり、そのラジオの話題の深く切り込んだような話もするのでぜひぜひそちらも聞いてみてください。ジョージさん、ありがとうございます。連覚会さん、ありがとう。ノフさん、ありがとう。カープ男子さん、ありがとう。ちょっと可愛すぎる、心の準備をしに、し直しに一旦退出していいですか？ウケるんだけど、ユミヤンさん、ぜひ戻ってきてください。心の準備は必要なので。お、九州におりまする、いいですね。ジョージさん、たまにゃん、アイスクリーム、ナルさん、アイスクリーム、のりともさん、アイスクリーム、マツさん、のりともさん、チョコミント、ありがとう。そう、ノートっていう。ゴールドさん、チョコミント、かけもちさん、チョコミント、ジョージさん、チョコミント、シルニジピン、シルニジピンさん、チョコミント、細さん、チョコミント、ありがとう。あきらさん、チョコミント、はい、ピエンさん、チョコミント、みんなありがとう。でかかいさん、チョコミント、いっぱいありがとう。そらともさん、チョコミント、24フレットさん、チョコミント、モケケ、九州モケケ、良いね、モケケ。私なんかチョコミント色のなんかカエルのさ、チャームがさ、実家にあるんだけど、それ持って帰ってこようか。24フレットさん、私のチョコミント好きって今思えば学生時代からですね。その時からチョコミントのもの好きでした。なぜなにく、ゆんのくん、ありがとう。誰かも福岡らしいって、え、誰誰誰、懐かしい。そうね、ノートといえばあの私がアイドルになったわけみたいな、私たちが加入してすぐになんか記事を書いたやつ、なんかインタビューみたいなのしたやつ、その時に利用したことあると思う、みんな。明日の花だれ公演、みんな明日の花だれ公演行くよーって方、来るよーって方。スカルさん、600回目の訪問ありがとうございます。ぜひぜひコメントしてってください。麦もしさん、アイスクリームありがとうございます。カズさん、チョコミント、麦もしさん、チョコミント、ピノさん、チョコミント、アイスレモンさん、チョコミント、ゼクさん、チョコミント、
まるともちゃんチョコミントありがとうございます。お、え、そう、明日雨の予報じゃん。でもね、本当はね、今日も曇りの予報だったの。でもめちゃくちゃ晴れてた、めちゃくちゃ晴れてたから、明日がちょっとずれ込んで、明日曇りにならんかなっていう。曇りになってほしい、お願いだから、曇りになってほしい。明日雨で涼しいのかなって思ってたけど、雨でも暑いらしい。え、雨が降ってもええけど涼しくあってほしかった。ダメなん、その欲張りじゃダメなんか。小ガラスマネさんチョコミント、マサタロウさんチョコミントありがとうございます。あ、そう、今日のじゃん、リボンです。リボンの T シャツかわいいじゃん。そう、今日ね、今日あのね、またね、タワレコのパネルに書き足して、やっとあの STU ブースのサインを書けました。皆さん、ペンのありかを見つけまして書くことができました。今日ね、チリパの収録終わりにアイコとタワレコと STU ブースのところを巡って書き書きしてからお茶しました。いろいろ語り合いました。なかなかいいボブ加減で可愛いですね。ありがとうございます。ちょっと伸びましたよね。ウワンさんチョコミントありがとうございます。こんばんは。確かにその長さのボブは助かるなって。ありがとうございます。助けてますみんなのこと。じゃけん、あの明日花だれ公園来る予定があって、広島に来るよーっていう方は、広島に来る予定があるよーって方は、あのタワレコ広島タワーレコードさんの STU ブースのパネル、アイコンのやつもね、あの多分まっさらだったやつが結構書き足されてますんで、アイコちゃんのやつも、アイコちゃん、アイコジのやつもね、そう一緒に書いたんで、ぜひアイコと私のパネル見てください。なんかあの、なんかノートみたいなのもあるんじゃね、今日初めて見たかも私。あれどこにあったんやろ、なんか寄せ書きノートみたいなやつがあって、ちょっと読みました。ぜひそれもみんな書いてみてください。イベントスペースはスタッフさん重鎮してるわけじゃないのかね。そうやね、スタッフさんは多分なんかイベントがある時じゃないといらっしゃらんです。宇宙王さんチョコミントありがとう。なっちゃんのところ写真撮ったの先週って、お、じゃあリニューアルされてますんで見てください。もちはるさんチョコミントありがとう。あ、オンデマりますって、明日の花だれぜひオンデマってください。山猫坊主さんチョコミントありがとうございます。ドラッキーさんバニルありがとうございます。昨日純也渡辺の服買ったりしてた私、夏木渡辺小胸ギャルさんまで。純也渡辺もう私ですやん、それほぼ。山猫坊主さんチョコミントありがとう。そう、当日券もあるのでぜひぜひ来てください。今日も好きだよーって、お、嬉しい、たくさん愛示してください。ウワンさんアイスクリームありがとうございます。そう、なんかもうノートがめっちゃ分厚くなってて、あのね、
5冊目ぐらい突入しとったかな。なんか多分ページがなくなったらノートが追加される、くっつけ合体させられるみたいなやつで、なんか5冊目ぐらいまで行ってましたよ。修造さん100回目の訪問ありがとう。重鎮、重鎮じゃなかった、常駐でしたなんかかっこいい言い方しちゃった。あ、そうそう、浴衣祭りの日ね、カラオケもありますので、カラオケ夏曲、私はね、夏曲ってさ何があると思うなんか夏曲ってさ、なんかさ他のさジャンルもさ込み込みのさあれと思わん。え、湘南の風しか思い浮かばんだけど、睡蓮の俺俺俺俺俺俺あリサーチャーさん、夏マトペいいね、リサーちゃんさんありがとうございます。たけるくんありがとう。チョコミントン、なんかさんチョコミントありがとう。お、ジャンプぐらいの厚さなってた。あ、そう、カラオケもなんか、カラオケは別で申し込みが必要みたいなんで、ぜひ。フジファブリックの若者のすべて、え、なんかそれめっちゃ有名な曲やんね。え、最後の違う、これじゃない、花火に今年も、え、ウーバーワールドさんしか、確かにシャカラカ、シャカラカビーチ歌うかな。夏が今僕の心引き寄せろ、波風笑い声ガラカ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  ラ。ガトーショコラさん、デザイスハヤタさん、チョコミントありがとう。ゆずさんの夏色ね、確かに。この駐車場の猫は、え、あっとる、あくびをしながら、え、ちょ待って、ちょっと みんなめっちゃいい案出してくれるやん。私夏曲って言われてパッて思い浮かぶのなかったもん。ちょっとみんなメモさせて、みんなの夏曲を教えて。夏色、ゆず、夏色、ああ夏休み、ああ夏休みね、あ、チューブさんのやっけ。みんなが思う夏曲教えて。ゆずの夏色歌う気まんまん、いいね。フジファブリック、若者のすべて、八六さん、チョコミントありがとう。夏祭りね、君がいいね、君が真夏の果実、あれ真夏の果実ってどんなんやっけ。でもわかるよ、未来の果実を、なんかそう真夏の果実思い出したわ。なんかあの僕隊公演の時に未来の果実っていうのがあって、それを真夏の果実って時々言い間違えよったよ。ナブラオさん、おじさんぽマスターさんありがとうございます。あの曲が流れたら夏は終わり。イコラブさんの夏祭り恋思う、いいね。でもそれアイドル曲になるんかな。ももクロさんのココナッツ、いちごです。ココナッツめっちゃ好きよ、ココナッツ。でもなんかアイドル曲のやつで選ばれそう。かき氷メロン味、ベロを出したらゾンビだ、アイモッシュ残暑水化粧せちゃ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 ん、青い珊瑚礁、やばい、それ懐かしい曲で誰か歌いそう。花火ね、決して捕まえることのできない、え、めっちゃいいやん、花火のよう、てかさ私の夏曲のところさめちゃくちゃ歌唱力面ばっかなんですよ。大黒摩季さん、夏が来る、夏が来るみたいなやつなんかそこだけわかるかウケる、いいね、ちょっと
キーボイスになって、この長い長いなっちゃんのウーワールドさん愛を見せて、おささんおつるほっ君天才、ホットリミットめっちゃいいやん。ホットリミットめっちゃいい。凍えそうな上海ハニー、上海ハニー、上海ハニー、待って、誰の曲やっけそれ。愛子さんのキスハグ、大塚愛さんのプラネタリウム、聞いてみる、いっぱい。夏祭り、真夏の夜の夢、あ、四六時中も好きと言ってか、あ、シークレットベースのやつってなんやっけ、君と夏の終わり、将来の夢、サマーナイトタウン、いいね、サマーナイトタウンって、待って待って待って、わかるよわかるよ、ちょっとなんか一節ちょうだい、一節、マゴコロブラザーズのサマーヌード、僕は今や、はしゃぎよすぎよゼロ、キンゲさんアイスボックスありがとうございます。夏の子供さ、渚にまつわるエトセトラ、なんかそれ聞いたことある、でめっちゃいい編んでるやん、シークレットベース、シークレットベースさんのやつなんてダメやったっけ、サマーナイトタウンってあれやっけ、クライクライドンクライ、いや違うっけ、私が好きなの悲しみが違うね、こだまする、違うね、全然違うわ、サマーヌードね、この曲めっちゃ懐かしいね、なんかあれだよね、ドラマがあったよね、サマーヌード、はぁ、ダオコさんと米津さんの打ち上げ花火、え、パッと光ってさ、いったんやっけ、違うっけ、パッと跳ね、パッと花火が、めっちゃいいやん、みんないろんな案が出てくる、そばかすのキス、ハズレビエン、まるともちゃん、けんけんさんありがとうね、めっちゃ盛り上がりそう、どうどうどう、花束ありがとう、シークレットベース二人の夏物語が、オーバードライブ、ジュディマリ、辻若誠人さん、チョコミント、トラッキーさん、チョコミントありがとうございます。あれ、ホットリミットって何やっけ、あ、体を違う違う、夏にしてのやつか、ホワイトブレスか、あれって夏の曲じゃないんか、じゃあ違う、妖精、夏が胸を刺激する熱が、生足みは黒マーメイド、出すとこ出してみたいな熱が、渡辺的にもオールオッケー、トラッキーさんチョコミントありがとうございます。夏の終わりもう夏の、夏のオレンジレンジか、上海ハニー、夏の終わり、そうなんよ、マジで歌唱力上位のね方々たちばかりなんですわ、だから私は美空ひばり先生の真っ赤な太陽、真っ赤にも、あ、それマジイケちゃんに歌ってもらおうや、
カラオケでアイク歌ったらモテるよね、カブトムシとかって。おお、なぎさにまつわるエトストラってどんな、うわっ、ビーズさんの一物全部、それ絶対ブザービートやろ。足抜けるポイントが、ウルトラソウルって謎の曲じゃないんかな。Girls of Summer、 おはよう。うちのドラマの主題歌、サマーヌードのドラマ撮影隊だったの？あのドラマめっちゃ見てたよ。30分短すぎてあっという間に寝るしね。山勝さん、チョコミントありがとうございます。スマイル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 、やばい、出てこう。古い曲もたくさん知ってる。イエー、タラタタタタタラタタ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 タ。こんばんは。初代モーニング娘。の夏曲、浜田真理さんの「リターントゥーマイス」、わからん。M44G さん、チョコミントありがとう。山さんさん、チョコミントありがとう。おステージ申し込んだ、一緒に線香花火しような、しような。恵みの人は禁止なん、ウルトラソウル。え、なんだ夏の曲ばかりって。ねカラオケ、あ、多分無音じゃけん分からんか。カラオケがあるんですよ。浴衣祭りの時にカラオケイベントがあるんですよ。体が、リシュちゃん、チョコミントありがとう。ミキコさん、はじめまして。大塚愛さんの金魚花火、ちょっと聞いてみよう。ロコローション、ああなんかいい感じってやってる。じゃあ OK。夏の終わりのハーモニー。うわ、いけない太陽、いいね。そのへん、マジ平成の曲。夏 Wanna Say Love You、盛り上がる曲がいいよね。そうね。なんかさあさん、ノラクロさん、チョコミントありがとう。オレンジレンジね、確かにオレンジレンジの曲いっぱい調べよう。湘南の風のさあれなんやっけ、オレ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 のやつってさ、なんていう曲名やっけ。田舎のおじさん、チョコミントありがとうございます。うわ、ももクロのマリンとシャンプー、私めっちゃ大好き、その曲。終わらない終わらない、全然全然終わらない、8月最終便の祝祭、絶対アイドル曲で誰か歌うと思う。絶対娘合うない、やばいやばい、マジでやばい。なー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 、池田ひばりさん、なー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 、夏夏夏夏ココナッツ、いいね。それなんて曲なんやろ、夏夏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 夏ココナッツなんかな。こんじー、ありがとう。真夏の恋が凍えてる、いや夏くない、メシの感想。こんじー、ありがとう。麦もしさん、チョコミントありがとう。何も言えなくて夏、
夏っていうかプールのイメージある。世界水泳、確かにウルトラソウルかいね、それって。じゃあ OK。東京さんチョコミント、リーサクさんチョコミントありがとう。わっ、なっちゃんチーカーチョコチャーム知ってる、知ってる、かわいいよね。サザンの夏曲、夏の曲で思い浮かべるアーティストさんは湘南の風さんかな。でも題名が思い出せない。ね、ゆずさんの夏色めっちゃ良きです。Body and Soul。これ夏の曲なんか。Body and Soul。太陽を浴びて。確かにめっちゃ夏だわ。ご指名制度、何何？ひかるさんチョコミントありがとうございます。ね、柳谷さんなんかな。裸足で様。KM さん、杉雄さんチョコミントありがとうございます。羽馬ライダー、あ、水蓮かこ。釣りバカジージンさん、グッバイ夏男、夏男、グッバイボーイやっけ、え違う、あれやっけ、なんでならならならら、でてるるるる、グッバイボーイ。釣りバカジージンさんありがとうございます。すいねんの二人のアイランドっていう曲なんや。いいね、浴衣を釣れて待ってるよ。君が、ホワイトベリーさん、世界で一番暑い夏。こんばんは。サウタージ、テレテレテレテテレテテテテテテですか。シンさんのチョコちゃん持ってる、持ってる。なっちゃんが好き、やったね。武田さんチョコミントありがとうございます。あえてしっとり系の曲でなっちゃんのさらなる良さを引き出してほしい。おー、なんかいい曲ありますか。バックナンバーさんの高嶺の花子さんも夏曲なんか。会いたいんだ今すぐですか、その角から。うわぁ、椎名林檎さんの長くて短いまで天井みたいなやつやろ。あれなんて言うんやろ。これなんて歌詞なんか調べてみよう。え、私その曲めっちゃ好き。長くて短い。天上天下つなぐ花火。え、なんて読む？ダダダダ。めっちゃむずいと思うその曲。わ、すごい。天上天下つなぐ花火かな、とこしえと刹那の出会い、わそろまじ、わそろまじ、わそろまじ、我らの夏を。いい曲。バックナンバーその私わからん。君たち9位パパイヤマンゴーだね。ミュージックアワー、わ聞いたことありそう。クラス夏の日の1993、完全に年代は1993。宮本さんチョコミントありがとう。あ、長く長く短い祭り感。
イカサ祭り何着ていこうか。浴衣やろ。ジンベエでもあり。ミセスグリーンアップルさんのインフェルノ、わあ、わからん。うわ、あの曲は夏が始まった、合図がした。ウッチーさん、アイスありがとう。秋吉さん、全然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 。秋吉さん、チョコミント。ひどりさん、チョコミントありがとう。チョコタシミンさん、チョコミント。テレサテンさん、つぐない。これもうイケちゃん案件や。ジュリさん、ジュリさんってジュジュリちゃん、なんかいきなり、なんかいきなりさん呼びしてしまった。ジュリちゃんありがとう。カレカンさん、チョコミントありがとう。私はちいかわはシーサーが好きです。明日はから雨ね。明日から雨予報やな。まー祭りだ。あーテレビもね。違う、それ違う。祭りだ祭りだ、海開き。単純版わかんない。結構古い曲知ってて、おじさんたち連れそうウケる。燃えろいい女。トントン21さん、ありがとう。花に亡霊、こんばんは。ともともじいさん、ありがとう。チョコミント、アイスクリームありがとう。海のトリトン、あー夏、夏と青。この曲めっちゃあれだな、夏感じる。裸の大将みたいな格好めっちゃいいじゃん。麦わら帽子にタンクトップに。ごそさん、チョコミントありがとう。ララーダー、はじめました。持ち肌さん、ありがとう。あえて同様の海海はひどいな、大きな。おもろ、同様ね。あり、大きな。浅香唯さんのシーガール、シーシーシー、噂のシーシーガール。これさ、懐かしい曲で誰か歌いそうじゃない。線香花火イベント、その線香花火しましょう。朝倉さん、1200回目の訪問ありがとうございます。ぜひぜひコメントしてね。逆にさっきまで湘南の風一択だったのね。マジもうそれしか思い浮かばんやった。え、海のトリトンってどんな曲。あんなあんな、マジ水蓮歌歌おうとしとったよ自分。水田、誰、俺俺俺俺俺。イレブンさん、チョコミントありがとうございます。みんなで踊ろう東京音頭。なんじゃ、なっちゃんに線香花火で攻撃されるイベントがあるのか。届く、今日届きました。写真めっこ踊った。え、ありがとう。見つめ合うと素直におしゃべりできないみたいなやつやんな。ミシェルボーイさん、ウッチさん、チョコミントありがとう。電化会さん、チョコミントありがとう。めぐみの、なんかめぐみの女なんかダメみたいな、なんかなんかさっきコメントあったけど、なんでダメなん。夏曲、
マリーゴールドって夏曲なんか。こんばんは。なんでその曲はあまりって、なんでなんやろ。今でも青が澄んでいる。え、めっちゃいい。チュ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 サマーパーティーチュチュ。ケンケンさんチョコミントありがとうございます。君と夏フェスってどんな曲。止まらないのは私の汗、すがちょうとねえ。この曲超懐かしくない。キラキラ日差しを浴びてメイクアップでドロ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 ネズドロ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 ホリデイドロ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 ハッピーデンサマーデンサンショーンゴーって、めっちゃ懐かしくない。これなんかの CM だったよね。ハッピーデンサマーデンサンショーンゴーってやつ。夏 BTS のバターって夏曲なんや。うわっ、天体観測とかバリ夏、バリ夏。見えないもの、なんか絶対さ、絶対さあれやんね、文化祭でさ、文化祭のなんかバンドが絶対披露するやつ。なんかお兄ちゃんも練習しよったわ。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。You are my sunshine。 安室奈美恵さんすごい。あ、ゴゴリバだ。ゴゴリバのイメージがあるもんね。夏を出ろっく。お、7周年の歌を届けました、ありがとう。2人のアイランドめっちゃいいね。誰かやらん。夏夏夏夏ここ夏、分かるこの曲ね。夏色のナンシー、え、待って、それって何。恋かな、イエスのやつ。風が吹くたび気分も揺れる、そんな。え、綿菓子ってどんな曲、絶対聞いたことあるやん。この曲か、思いが溢れたら。うわ、ひまわりの約束とかもいい。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いて。めっちゃ夏曲ってあるね。どうして君が泣くの。シャカビーチラカラカラ入ってるんだけど、やっぱりギラギラのピーチウェイ、夏のフローアゲン、願って願ってゲーム、ロックオン、君を待ってたんだバトンのよう、ギラギラの瞳でフドプレートチューレ、ロックオン、ロックオン、苦渋の選択、赤身に逆らってでもこの夏色のナンシー、ええなーって、いいね。え、合っとる今のやつで。結構古い曲知ってる、結構知ってるかも。夏メロ好き。え、この曲好きよ、めっちゃ。夏色のなし、みんななんかイエスって言ってくれるんかな。風が吹くた、うちの夏色のなし。あ、夜にかけるも意外と夏の曲なんだね。夏色の、あ、っとった。恋かな、イエス、恋じゃない、イエス、愛かな、イエス、愛じゃない。
も揺れるそんな年頃ね。めっちゃ英語。マグロマキさんの海の声ね。海の夏。au の CM のやつや。海の声が聞きたくて親衛隊のコールしちゃうってめっちゃいいやん。夏のお嬢さんってめっちゃ聞いたことあるよ。なんだなんだ。おお、この曲ね。チュ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 しようかぜをすり抜けん、スケートボードに乗って迎えに行く。アイスクリーム、ユースクリーム。ゲロデイス。いさしかさんありがとう。チョコミントン。夏色のラジー声合ってる。でもめっちゃ英語だったよ。ねひろさんチョコミントンありがとう。気まぐれんさんライフ、え、なんかめっちゃすごいじゃん。続いとるよコメントが。絶対聞いたことある曲やと思う。泣きたくて笑いたくてのやつ。これめっちゃ英語やね。私西野カナさんのエスペランザだっけ。あの曲めっちゃ夏。ね、夏曲ってめっちゃあるな。いいね。明日の花枯れ公演は2列目でした。お、すごい。絶対に見つけれる。コサスターさん、私黄色と緑のペンライトなんで灯してね。山の山さんアイスクリームありがとう。飲まれてないっしょって。うん、飲まれてない。アレクサンドロスさんの渡りで、うわ、これなんかの曲だったよね。なんかのスポーツの海の歌。海の歌知ってる？分からんかも。海の声は分かるけど。ミニマル GT の気分上々。待って、めちゃくちゃいい。 Hey DJ come say yeah 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 気分上々の針落とせ。気分上々、夏。ミニマル GTいやいやいや気分上々の音せ音鳴らせばもうない。夏。ヘイディジェ。いいね。アイスクリーム Thank you。島唄か。うわ、いいね。この島、この空のドドド。お、カラオケステージもなっちゃん A で申し込みした。ありがとう。そう、私は A です。 A グループ。かずきさんチョコミントありがとうございます。完全感覚ドリーマー。ミシェルボーイさんありがとうございます。高気圧ガール、うわ、高気圧ガールみたいなやつ。ミシェルボーイさんありがとう。 TRF のボイミーガール。うわ、わかりそう、わかりそうでわからん。ね、
夏だね、やばい。ありがとうみんな、私も一曲しか思い浮かばんやったけど、みんなのおかげでいっぱい思いついた曲が。君がいた夏、愛子さんの花火ってどんな曲？夏の星座にぶら下がっていく、やばい。上から花、上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、夏の思い出。夏が来るから海へ行こうかみたいなやつか、これ。あ、海へ行こう、夏が来るから海へ行こうよ、ダララ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 。いいね。今何時？そうね、大体ねみたいなやつ。いや、いっぱいある。波乗りかき氷、うわ、この夏恋って曲超懐かしい。君がくれた夏、世界で一番夏やつってどんなの？リダーリンゼブラのストライプ、お祭りマンボウ。いげちゃんお祭りマンボウ歌ってや。夏のヒロイン、そう、なんか今いろんな、なんか夏のプレイリスト、夏のプレイリストをね見て、え、ゴーゴーサマー、ゴーゴーサマー、やばい。ゴーゴーサマー、あああ、いいね。いい曲いっぱいあるわ。定番サマーソング。踊り子ってさ、踊り子ってあれなんだ。回り出したあの子と僕の未来が、これもあれなんだね、夏曲なんだ。シーズン・イン・ザ・サン、私これめっちゃ夏。シーズン・スタート・シーズン、いや、おもろいんやけど、サライ。サライはもう夏終わるんよ。じゃあ最後に、私じゃあこの曲歌っていいですか？それでは聴いてください、サライ。じゃあそれでは皆さん一緒に行きますよ。桜吹雪の
いいね。さらいのさら。ロマン飛行。なるほど。いいね。ありかも。夏曲といえば夏曲。ねえ、まるまるもりもり。確かにもう誰か走り出さんにゃいけん。ソロイドソラダポボボ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 ボ線香花火。うん、めっちゃ懐かしい。若者のすべてってさ、やっぱそれやんな。最後の花火に、あややのめっちゃホリデー、イエーイめっちゃホリデー。あ、でもこれ歌ったことあるやんね。みんなスペイベで、私のステージで、ソロステージの時に歌いましたよね。覚えてる方いるかな。エンドロール流れる。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。いいね、確かに。もうそろそろね。気まぐれんのライフ、ザードさん。めっちゃ、私のお父さんがめっちゃザードさん好きで、そう、ちっちゃい頃から聞いてた。子守歌さん、子守歌さんじゃなくて、子守歌ザードさんの曲やったよね。お父さんなんか寝るときに音楽を聴きながら寝る人で、私の子守歌ザードさん。寂しい熱帯魚。てれて、あなたは来ない私の、なんなならジョークにしないで。ガッツだぜ。いいね。夏が来た。うわ、どんな曲や。ロマンティックカルモ。確かにロマンティック恋の花咲く浮かんでも。なんかさ、マイキューさんが歌っとったよね、寂しい熱帯魚。あのアイドルズのやつで、あの曲めっちゃ好き。ガッツだぜ。ロマンティックカレモード何やったっけ。イントロで何や、何するやつやっけ。土下座やっけ。違うっけ、何やったっけ。どんな恋の花咲く浮かれもと、ちょっとモノマネも入れる。史上最大の、あっ、とった。土下座やんね。祈り、あの祈りを捧げるよね。恋が始まりそう、毎日見かける。ガッツだぜ、パワフロー。なんか私のガッツだぜのイメージ、なんかズン飯尾さんがなんかさ、なんかカバーしとってめっちゃおもろかったやつのイメージがある。ネームビーさんのなぎいち。なんかせっかくやけんね、なんかあのアイドル曲にとらわれん夏曲っていうジャンルやけん、なんでも歌い放題よね。とりあえず別にアイドルの楽曲でもいいし、なんでも歌っていいから。夏の曲だったらラッキーかもしれん。しかも一番最初に開催されるやんね。忍法メガネの毎日ゴロ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 、ああ
なんとか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 な。よいしょ。ぴょん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 。僕らのユニークガッツだぜってやつや。ガッツだぜ。どだどこんじゅどどどね、コールできる曲がいいよね、うん、絶対にそうだと思う。コールとかで盛り上がれる曲、みんながなんか盛り上がれる曲にしたいと思うので、すごいなんか今日一日でたくさん打ち上げ祭のペンライトメンバーにまた持ってもらって、ありがとうね。涙の湘南、アゲハチョウ、アゲハチョウ、石川秀美さん歌ってお父さんなんかさえ、夏曲ってどんなんがありますか。こんばんは。ファンモンさん、確かにファンモンさんとかもめっちゃ夏曲だね。夏のイメージある。ピリリと行こう、え、どんな曲。流力候補かな。なっちゃんの歌うまがアピールできる曲がいい。うわあ。歌うまなんか歌うまない人が歌うの好き。でもね、やばいのよ私の映像音ね、あれなんですわ。歌うまい人ばっかりで、青いレモン一人で熱唱しようかな。君が僕ちょ今声ね僕に投げて。よこしって、こう歌詞がわからん。だね。もぎたての。違うんだよね。そんな歌詞あるっけ。青いレモン。水道の水で。ジャブジャブと洗って。そぼとかじった。あー、酸っぱくて。苦くて。カボボシカメタ。柳谷さんみたいな聞かせる曲がいい。マジか、マディか。ぜひあのハッシュタグなっちゃん通信で、ハッシュタグなっちゃん通信でなんかこれいいんじゃないっていう曲、夏曲見つけたら送ってください。随時X で待ってます。初中分お見舞い申し上げます。まぶたでてててて、ああ多くなら見た、ふうふう。え、確かに初中お見舞い申し上げます、好き。くじびる、違う、これ違うか。それ違う、セクシーなやつやん。え、この曲何？渚のシンドバッド。え、渚のシンドバッドいいやん。ああ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 あ、渚のシンドバッド、トゥ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 。なぎさのバルコニーで待ってて、勝手にシンドバッドってなんかめっちゃさ渋い曲じゃないっけ。トゥ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 、
ててこの曲なんやっけ、なんかめっちゃ甲子園のイメージない？ててててててて、てこれサウスポーか。まあ夏曲っちゃ、私ピンクのサウスポー、ドゥルル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 、これもまあ夏曲っちゃ夏曲、甲子園ってイメージやかな。夏希めっちゃ甲子園じゃない？あのダンスめっちゃ激しいよね。わ、狙い撃ちとかかっこいい。うんららえ、いけちゃんに歌ってほしい。けちゃんに歌ってほしい狙い撃ち。うらうららうららうらうらよ。ゲットワイルドってなんでみんな大金しちゃうの？え、なんかどっかのさあれやっけ、駅のなんかさ音じゃないそれ。歌うまいって言ってるさ、ありがとう。くれない？いや、もうイケちゃんに歌ってほしい曲多すぎる。マジ、あのイケちゃんにリクエスト全部投げ曲リクエストして歌ってほしい。つばさの俺とエンジャー、絶対かっこいい。大地を踏みしめて、今配信しとる？いけ。大地を踏みしめて、あら終わったる？もう配信。じゃあ私も45分ぐらいになったら配信終了したいと思います。皆さん明日は花だれ公演よろしくお願いします。久々のね、久々のノーマル花だれなので夜公演よろしくお願いします。ノーマル花だれ公演。シティハンターのエンディング曲、なるほど。そう、ノーマルな花だれです。会場に来てくれるよーって方いますか？当日券もございますのでぜひぜひお待ちしております。私のペンライトはちなみに黄色と緑です。お見知りおきお、お見知りおきお。めちゅるちゅる、ノーマル花だれ一曲目はゆずの夏色ですか？もう始まっとるんよ、それは浴衣祭りが始まってしまっとるんよ。でも絶対誰か夏色は歌うと思う。染めてゆくからこの長い長い二人坂を、影穴は合い口かな。坂を君の人君を自転車の後ろに乗せて、タンバリン芸がね。楽しみ。浴衣祭りも、浴衣祭りの私の個人のレーンもめちゃめちゃ楽しみにしててください。みんな、なんか当たりと外れがあって、当たりと外れがあって、外れでもあの何かもらえるっていう形なので、
絶対みんなに来てほしい。そしてあの一日ごとに絵柄が変わったりもするので、そちらもよろしくお願いします。ぜひあの全種類コンプリートしてみてください。ダニエルさん100回目の訪問ありがとう。あなたが私にあの大外れだとビンタです。大外れはビンタです。ゆるな12日だけでもね、12日だけとか片方の日にちしか行けないよっていう人もなんか枠組みは一緒なので、はい、楽しめます。え、それは行きたいって、それ大勢集まる、そうだよマジで、結構ガチで結構みんなをぶちます。私に痛めつけられたい人は来てください。来て大春ズレを引くまで頑張ってくださいぶちのめしますんで、みんなのこと。それ楽しみにしてますってみんなぜひあの広島である浴衣祭り来てください。やめとくかって、でもね大丈夫、あの大外れの大外れになってしまったらそれやけど確率は低い。痛めつけられたくないので行くの、ちゃんとあれよ、ちゃんと大丈夫、あのね、どのぐらいの強さがいいですか、レベル何がいいですかっていう聞くけん、ちゃんとちゃんとね優しくしてほしい人にはポンってするし、ポンってするし、もう超振り切ってやってほしい人はもう超やるよ、でちゃんと同意のもとね。マックス希望の場合はまず希望通りにちゃんと、そう1からから1からから30からまでどちらも変態やないかい、そうよ、変態×変態、ウィンウィンの関係やないかい。なので辛さは選べるので、ぜひ。需要と供給大当たりだったらビンタ逆、絶対嫌です、はい、私はバリアさせていただきます。大当たりだったらなんか大当たりだったらすごい得点がついてるんで、あの外れだったらもらえるものとは違った、あの公演とかに使えるような応援グッズをプレゼントしようと思ってるんで、ぜひ大当たりもゲットしていただきたい所存でございます。しかもサイン、その場でメッセージとサインも書きます、大当たりだったら。こんばんは、お大当たりやってたやな、ぜひぜひ待っちょります。めっちゃおもろいのデザインしたんで、公認の応援グッズです。チョコミントキングさんありがとうございます。じゃあそれでは40分になったので男女読みたいと思います。13位、ドワンさんありがとうございます。12位、ウッチさんありがとうございます。11位、ニシちゃんありがとうございます。10位、センヤンさんありがとうございます。9位、ゴールドさんありがとうございます。8位、山勝さんありがとうございます。7位、ともじいさんありがとうございます。6位、トラッキーさんありがとうございます。5位、山猫坊主さんありがとうございます。4位、ケンケンさんありがとうございます。3位、一粒の麦もしさんありがとうございます。2位、電化会さんありがとうございます。そして第1位、ジョージさんありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日も一日ありがとうございました。明日は
7時半から朝7時半から配信をしたいと思いますので、皆さん、というかお昼配信にしようかな。どっちがいい？みんな、いや朝配信にします。朝7時30分から配信したいと思います。それでは朝7時半で、みんな7時半でよろしくお願いします。トゥーさん、チョコミントありがとうございます。それでは、はい、最後あっち向いてホイいきますよ。せーの、あっち向いてホイ、ウェー。それではおやすみなさーい。おや、ありがとうチョコミントー。